はい、皆さんこんにちは、りょうへいです。はい、今回は僕が愛用している100均の道具だけで作ったクッカーセット、こちらをご紹介していきたいなと思います。もう中にふんだんに詰め込んであるので、一つ一つ見ていきましょう。はい、まずこちら外側についているのはセリアさんのシェラカップケースですね。シェラカップを入れるためのケースなんですけど、横から見るとわかるんですが、下にこうすぼんでいってないんですよね。円錐っぽい形になっているのではなくて、本当に円柱状になっているので、クッカーを入れるためのケースとしては非常に使いやすい、そんなケースになっています。ファスナーも開けやすくて、これをピュッと開けていくと、まず一番最初に出てくるのがこちらですね。シェラカップリットって言って、シェラカップの蓋です。これはダイソーさんでも、キャンドゥさんでも、いろんなところで売っているので、好きなものを選べばいいかなと思います。で、僕のはこれ端っこ少し曲げてあります。これなぜかというと、このシェラカップケースに入れるときに、そのままでも入るんですけど、突っかかるのが嫌なので少し折り曲げました。じゃあ他のもの取り出してみます。取り出してみると、こんなにたくさん入ってるんですよね。これはアルコールストーブですね。ダイソーさんのコンパクト型のアルコールストーブになります。次は蓋付き楕円型容器ということで、こちらもダイソーさんの商品になります。容器の外径は 9.4× の 6.9 センチということで、これ楕円形で何に使うのかというと、僕は焼肉のタレとかを入れて、ステーキとか焼肉をつける時の容器として使っています。はい、次はこちら、ダイソーさんの直径10センチのステンレスボウルになります。で、このステンレスボウルは何に使うかというと、お米をね、ちょっとしか食べたくない時はこれで炊いてもいいし、あとスープですね。スープを作るのに本当にちょうどいい大きさになっています。で、その中に入ってるのは、はい、こちらですね。ダイソーさんとかセリアさんで売ってると思うんですけど、これ小さい小皿。これがね、すっぽり10センチの底とぴったり合うので、これを入れています。これはなんか、おつまみとかナッツを入れてみたりとか、あと切り終わった食材をちょっと入れておくのもいいし、ちょっと小さいこういうお皿があれば、お醤油を入れたりするのにもいいので、結構便利です。お次はこちら、ダイソーさんのステンレス保存容器ですね。タッパーです。で、こちらは直径12センチで、もちろんお米を炊くのにもちょうどいいですし、ちょっとした鍋をやるのにもいいと。これもオールマイティに使える、そんな鍋になってます。基本的には鍋として使うのが多いですね。はい、お次はこちらですね。こちらはセリアさんのステンレス容器になります。で、こちらも直径は一応12センチなんですけど、で、セリアさんのこのステンレス保存容器の中に、ダイソーさんのステンレス容器がもう本当に数ミリの間隔でスポッと入っちゃうんですよね。同じ12センチなんですけど、本当に隙間ギリギリに入るので、2つ持っていけば、仲間がね、もう一人いた時にお裾分けとかでも使えるし、器としても使えるし、お米も炊けるし、鍋にもできるしっていうことで、いろいろオールマイティに使える。そんな、この組み合わせになります。これは本当にシンデレラフィットと呼んでいいくらいの気持ちよく収まりますね。はい。お次はこちらですね。ダイソーさんのステンレスボウルになるんですけど、直径は何ぼかというと、約13センチですね。セリアさんにも同じようなの置いているはずです。で、これはフライパンとして使うのがメインなので、ウインナーを焼いたり、目玉焼きを焼いたりとか、簡単な調理だったら何でもこなすことができます。で、チャーハンとかガーリックライスとかそういうものはこの深めの、さっきの12センチの鍋を使うことが多いんですけど、こちらは肉とか野菜とか本当に炒めるだけに使うことが多いですね。で、一応直火禁止と言われてるんですけど、使ってもこのハンドルが取れたりとか、そういうことは一切なかったです。もし歪んだりしてダメになっても、100円なので気軽に買い替えることができるっていうのが本当にいいところですね。で、最後にこちらですね、ダイソーのクッカークリップ。これは別に持ち歩いてるんですけど、こうやって全ての器を掴むことができます。かなりがっちりホールドできるので、重いものを入れたとしても全然しっかり持てますね。なので焚き火の中とかでも全然使えます。で、こちらのダイソーさん、セリアさん、キャンドゥさんで売られているんですけど、キャンドゥさんの方は持ち手がもっと長いものが売られています。そのキャンドゥさんのこのクッカークリップを使えば焚き火用の調理器具としても十分機能しますので、もしこちらを準備するのであればダイソーさんかキャンドゥさんのものを準備すればいいかと思います。はい、という感じでこれ全部100円なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9。900円なんですね。ケースがついて全部で900円。鍋が1、2、3、3つ、お皿が1つ、器が1つ、アルストもついて、蓋もついてっていう、フライパンもついて、これで900円です。だから、今一番100均のクッカーセットで高いのがキャンドゥさんのクッカーセットになるんですけど、次に高いのがダイソーさんの700円のクッカーセットですよね。でもそれよりも全然充実した内容にはなってるのかなと。ただ全体的に容器の大きさは小さくなっているので、袋のラーメンとかはこう直接入れることできないんですけど、割って入れたりとかそういうことが必要になってきます。でもソロで使うんだったらもう本当にコンパクトだし軽いし、いろんな使い方ができるので、僕はこれが今のところベストアンサーかなと思っています。はい、というわけで僕が普段お気に入りで100均キャンプ道具で使っているクッカーセットをご紹介させていただきました。もしね、この動画が参考になったよという方、よろしかったら高評価とチャンネル登録いただけると嬉しく思います。それとコメント欄の方にこういう使い方あるよとか、こういうクッカーセットあるよとか、皆さんの使っているものも教えていただけたら嬉しいなと思います。というわけで本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画からライブ配信でお会いしましょう。したっけ。